松田学です。今回のニュース解説はですね、ウクライナ、いつも毎週お,お届けしているウクライナに加えて、あの、世界の軍事情勢も合わせてお届けしたいと思います。あの、日本のことも含みます。まず、ウクライナですが、えー、あの、まずこの一連のニュースでですね、プロパガンダ戦をロシアもウクライナもやってるなと思わせる。ちょっと、こっちの話題になっているのでご紹介したいと思いますが、あの、南部クリミアですね。 の、軍港、セバストポリにあるロシア海軍の国会艦隊の司令部。これに対して、ウクライナ軍が9月22日に攻撃をしてですね。艦隊を率いるロシア側の司令官を含む34人が死亡したと主張していると。で、これに対してロシア国防省は9月26日、ショイグ国防大臣が軍の司令官などと開いた会議の映像を公開してですね。国会艦隊のソコロフ司令官と見られる人物がオンラインで参加している様子が映し出されていると。 でロシアのメディアは、司令官は健在だと伝えていると、こういう話なんですねで。ロシア国防省が公開した映像について、ウクライナ軍の特殊作戦部隊はですね、ロシア側は、司令官が生存していると緊急に表明せざるを得なくなったもので、我々はこの情報を解明していると明らかにしたと、また遺体の損傷が激しく、多くの身元は特定されていないとしているということなんですね。 でウクライナのウメーロフ国防大臣は9月26日、こう言ってまして、司令官の安否について、ですね死亡したとすれば誰にとっても朗報だとしたんですが、肯定も否定もしなかったということです。ウクラ,ウクライナ側がこのところ、国会艦隊への攻撃を強めていると、でその中で、そのトッ,プとトップの安否をめぐって、ウクライナ側とロシア側がそれぞれ異なる情報を発信していて、真相は依然としてわからないと、こういうんですね。ロシア国防省系のメディアは9月27日、ソコロフ氏がですね、 先ほど、司令官ですね、メディアのインタビューに答えているとする映像を公開したと、この中でソコロフ氏だとする人物はです、ね、国会艦隊は自信を持って任務を遂行していると述べていまして、司令官が健在だとアピールする狙いがあると見られています、ただ、この,この映像がいつどこで撮影されたのかについては明らかにされていないそうです。一方ウクライナ軍の特殊作戦部隊は9月26日 SNS で入手可能な情報源によると 死者の中には司令官も含まれていたと主張していてです、ね、ロシアにとって戦略的に重要なのが国会艦隊そのトップの正使をめぐり双方の間で情報戦の様相を呈しているということですでこれはあのウクライナ南部クリ,ミニアクリミアにありますロシア国会艦隊の司令部への攻撃だったんですがこのソコロフ司令官昨年9月に国会艦隊の司令官に就任しまして階級はロシ,ロシア海軍最上位の大将です日本でいうと大将ですね 最海軍の最高位ですね、えー、日本の防衛省の防衛研究所の兵道慎治研究幹事がおっしゃってまして、仮に死亡したとすれば、今後の国会艦隊の指揮,統制や指揮統制や軍事活動に支障が出る可能性があるという指摘をしているそうですね、でウクライナ側は当初、ですね司令官が死亡をしたという見方を示していたんですが、証拠を示しておらず、本当に死亡したのかどうかは確認できていないのではないかともコメントしています。 現時点ではどちらの可能性もあると考えられているとでその上で司令官は非常に階級が高い人物だ仮に,仮に死亡しているならロシア軍に衝撃を与え政治的にも大きなダメージになると分析していらっしゃるようですね、えー、またウクライナ側が国会艦隊の司令部の幹部会議の最中を狙ったと主張していることについてですね このクリミア半島でも情報収集を行ってですね幹部会議がいつどこでどの程度の人が参加するのか正確な情報を把握して攻撃を行ったのではないかと見られるとまあ結構、ウクライナが情報を防ぐこれ多分西側のねいろんなバックアップがあると思うんですがえまあ従来に比べて予想以上にロシア側の情報をつかんでいるという話もありますよねえそしてですねただですね前線でのこれで仮に えーまあ、国会艦艇の動きが弱まる可能性はこれであるとしてもです、ね、前線でのロシア軍の補給機能が損なわれたわけではないと、前線への影響は限定的だとで、その上で今後の動きについてはこう述べてまして、ウクライナ軍は補給活動を断つために攻撃を強めていくだろう、ロシア側が押されるような形でクリミアへの攻撃が激,激化している中で、プーチン大統領がどのような対応をするのかが注目されるというふうに、この兵頭さんがおっしゃっているということです。 でそしてこのクリミアなんですが、あウクライナはこのクリミア奪還にすごく攻勢をかけていると、戦略の中心に置いているという話があります、えー、この2014年からロシアの占領下にあるクリミア半島、この奪還なんですが、ウクライナ軍はこのクリミア半島とロシア本土をつなぐ補給路があるウクライナ南部の奪還も進めているわけですね、でこのクリミア半島の奪還を最重視する裏側にはです、ね、どうも停戦を視野に入れた長期戦略があるんじゃないかという記事が出ています。 それによりますと、まあ、反攻作戦というのは6月にウクライナ側が始めたんですけれども、そのウクライナ側はです、ね、このクリミア半島のロシア軍部隊の補給線を断つことで、兵糧攻めにしようと、撤退に追い込む戦略を描いているわけです、海路や空路の補給ルートへの攻撃も強めています、あのウクライナ軍の9月29日、5日の声明によりますと、あの司令部は修復不能な打撃を受けたと。 ウクライナの港湾を事実上封鎖する能力が低下する可能性が高いと指摘しているということですね、まあ、先ほどの司令官が亡くなったのかどうか分からない攻撃なんですが、でウクライナがクリミア半島の奪還を急ぐ背景には実は西側の支援継続への不安があるんですね、ロシアが長期戦に持ち込む姿勢を示しているんですが、えー、その中でどうも西側諸国の支援疲れが見える、欧米各国が支援疲れに見える。 来年以降も巨額の軍事支援を続けるどうかが見通せなくなってきたという事情があります。このアメリカでもです、ね、アメリカの下院で共和党が多数になりましたこの共和党では追加支援への慎重論が非常に強いわけですねトランプ前大統領はです、ね、来年秋の大統領選で返り咲けばウクライナへの軍事支援が絞られる公算が大きいとこの記事にはこう書いてありますがただトランプ前大統領は自分が大統領になったらあの大統領就任する前に当選したら 自分が就任する前にウクライナ戦争を終わらせるともで言ってますからね <laughs>、これはもう支援継続どころじゃなくて、戦争そのものを終えさせてしまうというのはトランプが大統領になると、全く状況が変わってきますね。そして、記事に戻りますと、バイデン政権は中国の軍事的脅威への対応も重視しているということで、それだけにウクライナでは早期に停戦を実現したいのが本音だと。 まあ本当にそうなのか分かんないですけどね、こういうふうに見られてるのっていう話でしょうけどね、私はそうでもないような感じがしますね、むしろウクライナで戦争を継続して <laughs>、軍事利権を設けさせたんじゃないかなと感じがしますが、うんでまあ、失礼しましまたで同国に現実的な、ウクライナに現実的な道筋を描くよう求めていると見られると、停戦、まあ、に向けた動きはですね、これはあると思いますけどね。 アメリカのワシントン・ポストは6月末にウクライナが南部と東部の多くの領土を今年の秋までに奪還した上で停戦交渉を年内に始める計画を立てたと報じたそうですゼレンスキー政権の中枢と密接に連気を取っている西側諸国の高官はこう言っているようでして全面侵攻前に占領されていたウクライクリミア半島を奪還できれば政権にとって大きな成果だと。 あのクリミア半島を奪還できればとにかくゼレンスキー政権にとって大きな戦果なんだとで一時停戦の政治的環境がこれでかなり整うんじゃないかというコメントも出ていますでクリミア半島の先住民団体であ,るありますクリミアタタール民族会議のジェミ,ジェミレフ元議長もです、ね、ウクライナ軍がクリミアとの境界に達したときに半島からのロシア軍撤退と停戦に向けたロシアとの話し合いが始まると予測しているそうです まあ、ウクラとにかくこうやってクリミアというのは停、ね、戦に向けた一つの大きな共闘法にもなるということですね、えー、ただですねこれあの来年3月にプーチン大統領大統領選を控えるんですねでこのクリミア半島からの撤退を受け入れるはずがないんじゃないかと、まあ、記事にもそういう見方は少ないと書いてますが むしろ市民を巻き込んだ徹底抗戦の態勢を取る恐れもあると書かれていますね、まあ、そっちの可能性も高いでしょうね、オーストリアのワルター・ファイヒ・ケンガ戦略分析センター長という方がです、ね、戦局は重大な局面に入っており、この2、3週間で双方の前線部隊がどれだけ増援を得られるかが鍵になると指摘していると、まあ、西側がばっとこうです、ね、支援をしてです、ね、クリミアを奪還できるのかどうか。しかしか その結果何が起こるかというと、また戦争の長期化のような気がしますけどね、そしてその西側の支援強化の一環として、ですね戦車、エイブラムス到着というニュースがありますね、ゼレンスキーが9月25日にアメリカが軍事支援として供与するとしていた主力戦車、エイブラムスが到着したと明らかにしたというニュースです。 これに対してロシア大統領府のベスコフ報道官は、エイブラムス戦車は非常に深刻な兵器だと、だが、他の兵器と同様にこの戦車も燃えることになると牽制したというようです。アメリカ国防省のシン副報道官は、9月25日、記者団の前で、米主力戦車、エイブラムスがウクライナに到着したと明らかにしたと、こちらもそういうふうに言ってますね。南部ザボロジエ州を中心に進むウクライナ軍の領土奪還を後押しするということのようです。 この新報道官はですね副報道官はですねウクライナに届いたのは最初の一歩だとかだった一部だ最初の一部だとかだったとバイデン政権は1月に31両のエイブラムスを供与すると発表していましたで3月には2024年以降とみられていた供与時期に関して在庫がある旧式を改造して23年秋に早めると表明していたとこういう流れの中で今回、供与はを発表したということですね。 ウクライナ軍はエイブラムスに劣化ウラン弾を搭載する見通しだと。これがちょっと物騒なんですね。これは正面走行を貫徹するほどの高い破壊力があり、ロシア軍への対処に適しているとされると。まあ、このね、まずあれですよね、普通の軍事力で言うと後で出てくるドローンはちょっと別にしますので、これ圧倒的にこのロシアが強い中で、ウクライナはかなりこう追い詰められて焦ってるわけですね。 でしかもエイブラムスが来てもですねやっぱりこれも訓練が結構期間がかかるという話も聞いてますので来たからすぐにできる対応できるっていうものでもないのではないかという気もしますそうすると劣化ウラン弾という強力な爆弾でこれをカバーするっていうことになるとこれちょっと卑劣なやり方になってくるんじゃないかなと。というのはですね劣化ウラン弾では毒性が非常にあって戦場で使用されると外部被爆。 えー、戦そしてまた戦争後に残された放射性物質を周辺の地域の人が取り込んでしまう内部被曝両方あるんですね湾岸戦争に参戦した兵士の一部が帰還後に白血病やがん脱毛症皮膚の痛みといった症状を訴えたとこれら一連の症状をまとめて湾岸症候群という言葉すらあるんですねレッカウラン弾ンは戦争後も地域に大きなダメージを与え続けている可能性がある、まあ、放射性物質を地域に残していくとこれだけは使っちゃいけないと 言われてるんですがウクライナは、まあ、とにかく、えー、どんな兵器でも使うとそしてですねドローンの話がありますうかつに近づくと死ぬロシア西部に降るウクライナの自己破壊ドローン自己破壊ドローンですね、えーまあ、の一般的な今までの何、えー、て言いますかね通常の、まあ、兵力武器を前提に戦況を考えるとおそらくロシアが圧倒的に優勢なんでしょうねただここには あのドローンという新しい兵器が出てきたんですね、これちょっと着目した方がいいんですが、こんな記事があります、ロシア空軍の飛行場に着陸したウクライナ軍のドローンが何も悪さをしないので、ヤジウ馬が調べに集まったところで、事故爆発したと、巻き込まれた犠牲者の中にはロシア軍の将校たちも含まれていたと報じられているということですね。 ウクライナのドローンが滑走路に一見安全に着陸したのを見てです、ね、ロシア空軍やロシアの諜報機関であるロシア連邦保安庁の将校たちが近づいてきたとで彼らが思わぬ戦利品を見分しようとしたところでドローンが爆発したと、えー、負傷した者の中にはです、ね、司令官、副司令官とか結構いる、えーまあ、上級のか、えー、方々がいたそうですね。 でこれまでも敵は同様の戦術を用いてきたという指摘があってですで、ね、に複数のドローンが着陸後に爆,弾処理爆破処理されていると敵軍のドローンは慎重に取り扱わなければならないというロシア側の見方がありますウクライナ軍は自己,自己破壊するドローンを放,し放ち始めたんだという指摘もありますこのドローンについてですね ウクライナ軍が安全保障の概念を変えようとしているというそういう指摘があります。これはあの現地ウクライナの現地のドローン企業創業者のコメントなんですね。えー、で、ウクライナではロシアの侵攻開始以来100を超えるドローン生産無人機生産のスタートアップ企業が生まれた。100のスタートアップ企業が生まれたとウクライナですね。で、この方がおっしゃるにはですね、6年前我々は軍や治安関係者を集めて戦闘におけるドローンの有効性を示した。 その後、軍用ドローンをゼロから開発したドローンは戦闘機も破壊できるの攻撃力を持つが比較的安価に大量生産できるというメリットがあるそれがミサイルと異なる強みであるこの戦争は無人機がいかに重要であるかを世界に示したドローンがいかに重要であるかを世界に示した偵察活動など危険を伴っていた多くの作業をドローンが担うようになり兵員の喪失を防いでいる。 破壊力を無視できない。ある軍関係者は、ロシアの戦車の喪失の半分はドローンの攻撃によるものだと試算している。これすごい威力ですね。戦車の半分、ロシアの戦車の喪失された戦車の半分がドローン攻撃による。そこまで威力を持つんですね。で、今後の武力、まだ続け、待って、この方続けてこう言っています。今後の武力紛争でもドローンは極めて重要な役割を担うだろう。戦争の勃発を 防ぐにも、日本にも、日本もドローン戦力を強化するのが望ましいんじゃないかということです。あの、となりますと、ドローンが戦争の概念を変えているということになりますね。やっぱりあの、えー、飛行機ですとね、人間が操縦してますから、その兵力が失われるということになりましたがドローンは機械なんで、どんどん作って、どんどん破壊しても構わないわけですからね。これは相当な力になると、えー、いうことですね。えー、そしてこのドロローン実はロシア側も どどんどん活用しているわけですね9月26日ウクライナの穀物輸出拠点を対象にしていると見られていまして港湾の貯蔵施設のほかトラックなどが被害を受けたとウクライナ軍参謀本部は9月27日ロシア軍は38機の無人機でウクライナ南部オデッサ州の港湾施設を攻撃して26機を撃墜したと発表したと。 でこのオデッサにはです、ね、ドナウ川沿いの港イズマイルなどドナウ川経由でヨーロッパに穀物を輸出する港湾施設があるんですねでロシアは国会経由のウクライナ産穀物の輸出の合意からです、ね、7月に離脱しましたウクライナの穀物輸出はルーマニアとの国境を流れるドナウ川が主要,主要な代替ルートとなっていますロシア軍は川沿いの港湾施設への攻撃をそこで強めているということですね えまあ、ウクライナもロシアもドローン、ドローンということで、まあ、ドローンが戦争の分析にどういう、戦況にどういう影響を与えていくのかというのは今回ですね、いろいろな教訓が得られる教訓といいますかね、この材料が、判断材料が得られるんじゃないかというふうに思います。えー、さてですね、あのロシアがですね、NATO 加盟をウクライナが断念すれば、領土はウクライナに返すと、 ラブロフ外務大臣が言ったとか言わないとかそういう発言が注目されているそういうニュースがありますロシアのラブロフ外相はウクライナが中立国にとどまれば戦争を終わらせる可能性を示唆ただ,だが曖昧すぎるその内容に憶測が飛び交っていると、えー、この9月23日にラブロフ外相が言ったのは重要な条件が満たされればロシアがウクライナとの戦争終結に同意する可能性を示唆したというふうになってましてこれはニューヨークの国連本部で行われた記者会見 なんですがウクライナが NATO に参加しないと約束すればロシアは侵攻前のウクライナの国境を承認してもいいと言ったかに見えたとなんかこれよく分かんないんですけどね言ったのか言ってないのかで,、えー、でプーチン大統領がウクライナ侵攻の際に挙げる頻繁に語られているその背景としてですね理由としてですねウクライナが NATO の一員になって国境を接する隣国ロシアと国境を接する NATO の隣国 NATO 加盟国が隣国にできるということがそこまで NATO が拡大することに対しての反発があったと言われていますねでロシアは1991年にウクライナがソ連邦を離脱する際に採択した独立宣言に基づきましてその主権を承認したと述べていますラブロフは述べています記者団に対してですねでウクライナはこう言っていますさらにウクライナは非同盟の国でありいかなる軍事同盟にも参加しないということが 我々にとっての必要なポイントの一つだた。そのような条件のもとで我々はウクライナの領土の保全を支持するとうーん、な何だろうなって思いますねこれね何が条件なんだかという感じがしますね。でこれについてある専門家が指摘してましてウクライナ最高会議が1990年に採択した国家主権宣言はえ確かにウクライナを軍事ブロックに参加しない衛星中立国と宣言していると。 ラブロフ氏の発言はですね、ウクライナが NATO への加盟を断念すれば、独立直前の1990年に設定されていたウクライナの国境をロシアが認める可能性を暗示していると、えー、ゼレンスキー大統領はこの戦争が始まって以来、ウクライナの NATO 加盟を推進してきました。しかし、仮にゼレンスキーが戦争終結のために NATO 加盟を断念することに同意したとしてもですよ。 クリミア問題で行き詰まる可能性が高いとされています。ゼレンスキーは半島を自国の一部として取り戻すと宣言しています。えー、ソ連のソ連崩壊後ですねク、クリミア半島はウクライナの領土と、えー、されたためですね。ラブロフはロシアがこの地域を放棄する可能性を示唆したのではないかとの憶測もある。もともとソ連邦が崩壊した時にこのウクライナの領土とされたんだから、これはあのあのとにかくウクライナが NATO に入らなかったら。 これ正当な領土として認めてやるよというような示唆をしたのではないかと。戦、え、争、ー、中のウクライナの領土に対するロシアの支配を放棄することを意味するとしてもですね、えー、ウクライナの NATO 加盟を阻止することを勝利と表現することができるかもしれないと、ロシア側から見てですね、えーまあ、クリミアを放棄したって NATO に入らなければ勝利だと、ロシア側はそういうふうなあ立場に立てるかもしれない。だが だが、プーチンがそういう条件で停戦を実行できるかどうか、これはちょっと分からないですね。この記事にも分からないと書いてますが、この紛争でロシア軍が経験した莫大な犠牲がそのような合意に見合うのかという問題が提起されたろう。それはそうだと思います。あまりにも犠牲が大きすぎますね。ウクライナが NATO に入らないということを決めるためにこれだけの犠牲をしたというのはですね。これもちょっと割に合わないという感じがしますね。ですから、ラブロフの発言、それ自体が曖昧で興味深いというコメントもあります。 ロシアがクリミアをウクライナに返還する気がないとしてもです、ね、ラブロフの発言はです、ね、プーチンがドネツク、ヘルソン、ルハンスクザボリージャ州の支配権を放棄する可能性を意味するとも解釈できるとこの記事に書いてありますがそしてまたです、ね、この4つの領土に関しては返還する意思がロシアにあることを示唆していると思うという記事もありますがこれも私はちょっと違うんじゃないかなとそんなことをしたらプーチンは一気に求心力を失いますよねこれだけの犠牲を払ってですね もともとこの4つの地域というところにです、ね、アゾフ連隊の話があったりとかです、ね、ロシア系住民が迫害を受けているロシア軍の国民からもです、ね、ロシア人を守れという声があってそれでプーチンは侵攻しているわけですから別に NATO に加盟しないあのウクライナの中立化ということもいかにもいくつかの理由があるわけで。 そっちの理由のことについてきちんと説明できる結果を得なければですね、やっぱりプーチンとしては停戦できないんじゃないかなという気がしますね。そして、領土問題ということで言えば、日本とは北方領土問題を抱えているのはロシアですが、このロシアを日本は敵国に今回のウクライナ戦争で回してしまったために、ついに日本産水産物の禁輸をロシアが検討し始めた。こんなニュースがありました。ロシアは日本産の水産物の輸入を禁止することを検討していると。 この問題について日本に協議を要請したとロシアの食品安全監視機関ロセル・ホズナゾールというところが9月26日に明らかにしたそうですこのロ,スロセル・ホズナゾールは声明で,です、ね、放射能汚染の可能性をめぐるリスクを踏まえ日本からの水産物の供給について中国が実施している制限にロシアが加わる可能性を検討していると表明した。 日本との交渉後に最終的に決定するということです。えー、日本政府に所管を送付してまして、協議の可能性,必要性を伝えたと、輸出向けの水産物のトリチウムなどの放射性物質に関する検査の情報を10月16日までに提供するよう要請したということです。ちなみに、ロシアの年初からの日本産の水産物の輸入量は118トンだそうです。ということでですね、ロシアまで、あのロシアまでお前よかって感じですけどね、そしてですね、 あのまあ、あのロシア、北朝鮮、中国、核保有3兄弟が日本の隣国にできてしまった、ロシアを敵に回したことで3兄弟になっちゃったと、その残りの北朝鮮、まず次に北朝鮮なんですが、えー、ユン韓国の大統領が北朝鮮が核を使用するなら、韓米同盟の対応で政権終わりと勇ましい発言をしているというニュースがあります。えー、ユン大統領は9月26日 国軍の日、国軍の日の記念式典で演説しまして、北朝鮮が核を使用する場合、韓米同盟の圧倒的な対応を通じ、北の政権を、北の政権を終わらせると述べたと。 ユン大統領はですね、政府は強固な韓米同盟に基づき、韓米日の安全保障協力を一層強化し、友好国と緊密に連帯し、強力な安保体制を確立していくと強調したと。北の政権は核兵器が自身の安全を守ってくれないという事実を明確に認識すべきだと。我が軍は実戦的な戦闘力や確固たる対応体制に基づき、北が挑発する場合、即時に降伏すると警告した。勇ましいですね。 まあそれだけのことをユン大統領はもっともっと核,え核を保有するということを言い出してそしてバイデンになだめられてそのかわり拡大抑止についてバイデンとの強力な約束を取り付けたのか取り付けてないのかよく分かりませんがでもそういう非常にこの危機意識とかですねそういうものについてはちょっと日本の岸田総理に比べるとはるかにその点ではユン大統領は立派だと言わざるを得ませんね。日本は安倍総理がえお亡くなる なるはちょっと前にですね、拡大抑止側の手順を確認したいとおっしゃっていたわけです、つまりそれ、2つしかなんですよね、打たれたらアメリカ打ち返して対応してくれると、ただもう韓国はそれをがっちりやるんだという決意を固める、それをきちっと声明を出すということも、これも抑止力になるんだと思いますね、これをやっている。 今度は中国との関係でフィリピンも立派なことやってますね中国との関係で南シナ海に中国設置の障害物を撤去フィリピン沿岸警備隊は9月25日領有権をめぐり中国と対立する南シナ海で中国側が設置した障害物を除去したと発表しました フィリピン側は南シナ海のスカボロー礁地付近で中国海警局などの船舶がおよそ300メートルにわたり V と見られる障害物を設置したとして避難していたんですねでこの障害物についてフィリピン沿岸警備隊の報道官は9月25日マルコス大統領からの指示を受け撤去することに成功したと明らかにしましたその上で漁業者の生活を妨害することは国際法に違反しフィリピンの主権を侵害するものだと強調しています 中国外務省はこれに先立ちです、ね、この V とみられるものの設置について法に基づいた必要な措置であり自制的なものとしていて海域に中国は付近の海域に争いようがない主権を有していると主張していてです、ね、対立がエスカレートする恐れもあると報道されています、えー、しかしながら日本はどうでしょう、えー、尖閣諸島の e z 内にです、ね、V が不設されてこれに対して日本はただ 抗議すすするるとか,いかのように表明するだけですがフィリピンはなんと撤去したんですね。日本はその撤去くらいできないもんかと西村幸雄先生がこの間当チャンネルで怒ってましたが、もうとにかく腰砕けの日本ですね。そして日本国内内部でもですね、本当に日本の国を守れる意思があるのか、守る意思があるのかという動きがいろいろありまして、その一つですね、沖縄県、デニ玉木デニー知事は9月27日、 普天,間普天間基地のです、ね、名護市辺野古への移設計画をめぐってです、ね、防衛省による設計変更申請を承認するよう求めた斉藤国土交通大臣の勧告を受け入れない方針を明らかにしているんですねまあひどいもんでしてねでこの理由について最高裁判決の内容を精査した上で対応を検討する必要があると県民や行政法学者などからさまざまな意見が寄せられ県政の安定的な運用を図る上で意見の分析をする必要があると えどういうことかというと設計変更をめぐってですね承認しなかった県に対する国の是正指示の違法性が法廷で争われたわけでして最高裁が先般国の対応を適法だとする判決を言い渡して県は変更を承認する法的義務を負ったんですが県が態度を明らかにしなかったので国は地方自治法に基づいて9月27日までに承認するよう県に勧告していました。 で今回の県の回答を踏まえて国は指示に切り替える見込みだそうですそれでも県が承認しない韓国から指示に切り替えるそれでも県が承認しないようである場合国が県に代わって承認する大執行に向けた訴訟を高裁に提起する可能性があるそうです高裁が県に承認を求める判決を出し一定の期限を過ぎても承認しなければ大執行できるそうです 辺野古沿岸部の埋め立て地域は辺野古側と大浦湾側に分かれるそうでして辺野古側ではこの土砂の埋め立てが完了に近づいているんですが大浦湾側は県の承認が得られず投入すら始まっていないという状況なんですねこれだといつできるか分からないということですねそしてさらに沖縄でですね新たな全県的反戦組織が発足したというニュースなんですね専守防衛に反するとの指摘があるとする安保関連産部書の閣議決定あるいは 自衛隊の南西シフトを受けて沖縄では全県的な反戦組織沖縄を再び戦場にさせない県民の会が発足したと9月24日にキックオフ集会が開かれたということです、えー、11月23日に那覇市内で1万人規模の県民大会を開くということでいや、うん、で会は60以上の市民団体などで構成されてまして、えー、沖縄市で開かれたキックオフ集会には約800人が集まったということですね戦争をさせないという一点で集められた会だと えー、そして昨,昨年12月に閣議決定された安保関連3文書は反撃能力、つまりいわゆる敵基地攻撃能力ですね、これの保有などを明記していますが、 2016年の辺野古,辺野古島を川切りに南西諸島の島々に陸上自衛隊駐屯地が開設されてまして、奄美大島、宮古島、石垣島にはミサイル部隊も配備されています。沖縄では中国脅威論や台湾有事の想定そのものがですね、日本政府や本土中心の議論ではないかとの不信感も根強いわけでして、本土防衛のステイシとされてですね、多くの犠牲者を出した78年前の沖縄戦と重ねる県民は少なくないと。 相手を攻攻撃撃できる基地があれば攻撃の対象になってしまう本土の人は台湾有事が起きれば地域紛争で終わらないことを想像してほしい沖縄に配備されたミサイルを撤去してほしいそうでないと私たちの生存危うくなると訴えているということなんですねでこれあのあれなんですね最大の防衛が抑止であるという基本をきちっと、えー、こ皆さんで共有しないといけないなという感じしますね。 も,うもっと簡単に乗っ取られてしまうと <laughs> いうことも考えた方がいいですよね、えー。やっぱりあの一定の攻撃をされれば、あのえー、これあの敵基地、まあ、反撃能力とかね、いろんな言葉で言いますけれども、やっぱり何らかの損害、こっちは被るんだとあるとうふうになりますと、それだけです、ね、攻撃するリスクは減るんですよね。でそのこともやっぱり考えて、えー、ただこれあの、基地が沖縄に返上していると。 いう問題があるというのはです、ね、県民感情としてはそれはそうだと思いますので、まあ、この辺の問題、日本のいわゆる抑止力というものを万全にしながらです、ね、沖縄にどうやって配慮していくか、まあ、なんか政府の答弁みたいな話になりましたけど、ただ基本はそういうことではないかなという気はいたしますね、えー。そしてニュースはちょっと飛びまして、またロシアなんですが、ロシアが国連人権理事会への復帰を模索という見出しのニュースです。ウクライナ侵攻を理由に 昨年4月に国連人権理事会から事実上追放されたロシアが同理事会への復帰を模索しているということが BBC が入手した文書で明らかになったそうです。 ロシアは昨年2月にウクライナへの全面侵攻を開始したんですが国連はこの年の4月の総会で国連人権理事会におけるロシアの理事国停止を理事国資格を停止する決議案を可決しましたそのロシアの外交官たちが今ですね人権理事会理事国に自国を再選させることを狙っているそうですで人権理事国の理事国になるにはですね人権理事会の理事国になるには国連総会の投票で過半数の 格闘が必要だそうでして、投票は10月に行われそうです。BBC が確認した文書の中で、ロシアは人権問題の適切な解決策を見つけることを約束し、国連人権理事会がある国々の政治的意思に奉仕する道具になることを阻止するとしているということです。これは西側諸国を指していると思われます。複数の外交官は、ウクライナや自国における人権侵害で非難されているロシアが、 国際的な信用をいくらか取り戻すことを望んでいるとの見方を示しているということです。ウクライナに関する国連の調査委員会は9月25日、ロシアによる虐殺行為に関する最新の証拠を人権理事会に提出しています。えー、拷問やレイプ、民間人への攻撃を含む戦争犯罪の証拠が継続的に確認されているということだそうです。この投票にはですね、国連総会メンバーであります全193カ国が参加すると。 で国連加盟国の外交官たちによりますと、ロシアは積極的なキャンペーンを展開して、ロシアに投票する見返りとして、小国に、えー、穀物や武器の提供を提案しているということで、そのためロシアが人権理事会に復帰する可能性は十分あると。まあ、ロシアはですね、こうやって着々に陣営を、自分の陣営をですね、まあ、アフリカとかいろんな国に取り込んでますよね。えー、こうやって人権理事会に復帰して、 えー、西側がやってること、まあ、あの、この人権理事会そのものが西側の政治的な思惑に振り回されてるんじゃないかという主張をできるようにしたいということみたいですね。えー、ただですね、いろんな有識者のコメントがありまして、ウクライナに対する戦争がいまだ続いている中で、ロシアを理事国に再選することは人権問題への取り組みにとって逆効果であり、ウクライナにおけるロシアの犯罪に対する責任をロシアに負わせることになる、に、えー、負,わ負わせることに、 国連が真剣に取り組んでいないというメッセージを送ることになる。まあ、あの、ロシアに責任を負わせることに国連が真剣に取り組んでいないというメッセージになってしまう。冗談じゃないというふうな見方ですね。からロシアが人権理事会に復帰するという考えは、人権の概念そのものに対する侮辱であり、その信頼性を傷つける危険な交代だと、そこまで言ってるんですね。そういう見方もあるということです。でさて、えー、最後にですね、 あの今、出てきた国連の話で,で、国連安保理の話を少し触れてみたいと思います。取り上げるのは、国旗圏のコラムに出ていた、月刊正論発行人の有本さんのえコラムなんですが、国連安保理の機能不全に怒りよと、ちょっと紹介しますとですね、日本が国連に拠出する分担金の比率は、アメリカと中国に次いで3番目に多い。ロシアは10位以内にも入っていないにもかかわらず。 安全全保障理理事事会常任国国の一員でああるるロシアによるウクライナ侵略もあり国連は全く機能していないな岸田総理は19日の国連一般討論演説でロシアが国際法法の支配を蹂躙していると批判したがそれだけで十分だったのかだったのか岸田首相が核兵器国を具体的な核軍縮措置に巻き込むことが重要である協、えー、調のための国連を実現しようと訴えても現実世界を見ると響いてくるものがない 首相は拒否権の行使抑制の取り組みは安保理の強化、信頼回復につながると述べていると。そこまで言うんなら常任理事国に拒否権行使を認めず、常任非常任理事国の枠組みを撤廃し、グローバルサウスも含め議席を拡大するなど、世界の現実をより反映させるような具体的な国連安保理の改革を主張すべきだった。 安保理改革は容易でないことは百も承知である。それでも軍事力を背景に国家利益を追求しようとするパワーポリティクス時代が再び到来している中、抜本的に国連を改革するようイニシアチブを発揮するのが日本の役割ではないのか。岸田首相は核軍縮主流化の流れを改めて確実に進めていくためとしてですね、30億円を拠出して海外の研究機関シンクタンクに 核兵器のない世界に向けたジャパンチェアを設置すると表明した。何の意味があるのか。平和は話し合いから生まれるという幻想を首相は捨てるべきだろう。むしろ日本に問われるのは核兵器を使うとの威嚇に屈しない抑止力の構築である。強化である。理想を語るだけのパーシーフィーズム、平和主義から脱却し、自由と民主主義、法の支配を守るための取り手となるという決意の表明こそ今の日本には求められている。まあ 一この安保理改革もですねこれ拒否権を持っている国々があれですよねアメリカイギリスフランスはいいんですが、えー、中国ロシアですからね今世界がこの中国ロシアと今言った3つを含む国々と G7 知事と2つに分断されているれの中でですねコロナの国々がみんな拒否権を持ってるとすると安保理が機能しないなと思う。まあ、つまり 連合国秩序という言い方が正しいとされていますけれどもいわゆる戦勝国秩序なんですねだから第二次世界大戦後のですねその時のいわゆるパラダイムというのが78年経ってもいまだに続いているでこれでは世界の大きな例えばグローバルサウスの話も今出てきましたけれども大きな世界の変化に応じた意思決定の仕組みになっていないのでこれではとてもですね機能しないというのはこれはもう前々からの構造問題であろうと思いますね。 えー、そしてですねあのそあの西村幸雄先生がこの間このチャンネルでおっしゃっていたのは、まあ、こういうあのなんかほんわりしたです、ねまあ、核廃絶なんてそれはみんなが理想に思ってるわけですね誰だって核兵器はなくしたいですね核兵器をなくすために、えー、ただ核廃絶と言っていればなくなるものじゃないから困ってるわけで。 えー、そので,で実際に核の脅威をなくすために西村浩平先生がおっしゃっていたのは日本が世界中の核を管理する日本が核保有国になるその代わり世界中の核兵器を全部日本にが管理するというですねで日本は絶対にの核戦争なんて起こす国じゃありませんしねあの国あの唯一の被爆国ですからねそういうところまでの提案をすべきだと西村先生がおっしゃっていたのは印象に残ってますね。 それからの私の経験からしてもですね昔私が1980年代の後半に西ドイツに在住していた当時は西ドイツに在住していたことがありましたがあの時はもうとにかくドイツ人の皆さんはですね集まればこのラケットっていう言葉が出てきてこれ何かというとあの時はパーシング2ですよね中距離弾道ミサイルでソ連が SS20 を東欧に配備して もう完全に西ドイツはいわ,ゆるいわゆる最前線になりましたねヨーロッパ最前線になっていてそして不均衡な状態になったとそしてこの均衡状態を達成するために西ドイツは苦渋の決断をしたわけですねそしてパーシング2中距離弾道ミサイルを西ドイツに配備したということがありましてですねであの時にドイツは大変な議論をしてですね配備したんですがちょうどあの、ね 当時の西ドイツの状況にあるのは今の日本だろうと核保有3兄弟をすぐフロントにいるわけですねで世界中からこの日本の核戦略が問われているそういう状況にあるわけですねでその状況にあるというのは客観的に事実ででその時に何が起こったかというと西ドイツにパーシング2を配備したのでその後核の削減交渉っていうのは成り立ったわけですねでこれはレーガンがずっとやってたことだったと私は記憶してまして まあ、ソ連崩壊に導いたのレーガンの功績の一つとしてアメリカが軍事力をバーッと強化して、まあ、ミサイルもガーッと増やしたんですよねでソ連よりも劣っていたのをソ連とパリティにしてそこから核削減が始まったつまり交渉というのは抑止力がなければ成り立たないというのが現実であるということでありますので、まあ、先ほどの沖縄の日でて投げかしい状況をちょっとお話ししましたけれどもあの抑止力なくしては核廃絶はできないという現実はですね まあこれはあの今回のウクライナ戦争の教訓ということを超えてですね我々、これは普遍的な真理であるということを考えながら本当の意味での核廃絶に向けた実効的な道筋をですね考えるべきではないかなという気がいたします。どううもありがとうございました